こんにちは。熊本市住宅制作課マンション管理支援班です。今日はマンション管理計画認定制度についてご説明します。令和4年4月にマンション管理適正化法が改正され、マンション管理計画認定制度がスタートしました。管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。主な認定基準は、長期修繕計画の計画期間が一定期間以上あることや、長期修繕計画に基づき修繕積立金が設定されていること、総会を定期的に開催していることなどで、全部で17の認定基準を満たす必要があります。この管理計画認定申請を通じ、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みにつながるほか、管理計画の認定を受けたマンションは市場で高く評価されるなどのメリットが期待できます。また良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず周辺地域の良好な居住環境の維持・向上にも寄与するなど、好循環が生まれます。さらに認定を受けることで、住宅金融支援機構のフラット35やマンション共用部分リフォーム融資の優遇措置も受けることができます。認定の申請はマンション管理センターを経由してオンラインでの申請となります。認定申請の際は、マンション管理適正化評価制度やマンション管理適正化診断サービスなどの他のマンション管理状況評価サービスと合わせて申請を行うこともできます。申請の結果、管理計画が一定の基準を満たす場合には、熊本市から適正な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができます。管理計画認定申請の手続きの流れをご説明します。まず、申請しようとする管理組合は、事前確認と認定申請を行うことについて集会で決議しましょう。マンション管理センターのインターネット上の電子システムを利用し、オンラインで認定申請依頼を行います。マンション管理センターが実施する講習を受けたマンション管理士が、認定基準への適合状況を確認します。認定基準を満たしているものに事前確認適合書を発行します。適合書を発行を知らせる事前確認完了メールが届いたら、電子システムを利用し熊本市に管理計画認定申請を行います。熊本市が管理計画を認定すると、認定完了メールが届き、認定通知書は別途熊本市から郵送にて送付されます。今年度は申請手数料も無料となっております。管理計画認定制度の申請を通して、お住まいのマンションの管理状況を見直すことで、今後の改善点なども見えてくるのではないでしょうか。ぜひ管理計画認定制度の申請を検討してみてくださいね。